そういった意味では、痛みがあるだったり、怪我をしてできない動きができて生まれたっていうところも、そこに適応できる選手は、結構、怪我をきっかけに強くなる選手っていますよね。まあ、自分の体の手入れっていうところもありますけども、こう、今まで力技でねじ伏せた動きを、力出すの怖くなったから、よりいい動き、無駄なところを削って削って削ってしたら、ここまで動き削ってできるんだっていうふうに、外から見てても驚くぐらい、何もせずに何もしないように見えるぐらい、パフォーマンス上がる選手もいるわけですし、そういうものを、そこまでいくと結構、構成じゃないですか、動きの。そこも見ながら、自分にない考え方の動きを引き出せるもんですか、青木さん。あれですね、苦手なことは基本的にはさせないんです。必ず得意なところからの、この前言った類似点を導き出します。要は脳の中ってどうしてもシステムでできているので、要は、一つのこれができないっていうものに対して、こう要はできるようにするさせ方っていろいろあるんですね。で、さっきの外から中からっていうことを例にすると、じゃあこういう感じで、肘がこんぐらいの曲がりぐらいでやってったら、こうなるんだねっていう得意なところから一回入って、ってことは、剣先はどうなるのみたいな、今度は外からっていうふうな形の得意なところから考えたときに、そこで、得意なときから考えると、苦手なところも一緒に働くんですよ。で、そこから考えた後に、じゃあ、こっちやってみたらどう？っていうふうな形で、必ず得意なところから苦手なところに反映させるようにしていきます。これがですね、意識の使い方になるんですけど、要は、情報の注意の分配をコントロールしているようなイメージで、私はトレーニングをしているんですね。例えば、情報って、例えば、教科書のこの辺に、なんかこう、答えがこう書いてあったな、っていうふうに、要は、教科書のこの辺にっていうのは、そのテストには全然直結しないんだけれども、情報として一緒にポンって入ってくるんですよ。で、要は、ここの中だけを、引き出せばいいんだけれども、非意識的なこの辺の中では、その情報があった位置だったりとか、違う情報も一緒に引っ張られてくる性質があるらしいんですね。システムでできているので。ってことは、得意と苦手っていうものも多分一緒にこう来るんですよ。ってことは、得意なことをやって、その得意なところから、まあ、コーチだったら、コーチ側から見て、この選手、ここが苦手そうだなっていうところとの、まあ、類似点、ここじゃあ、これでできたんだから、じゃあ、さっき言ってたところだったら、こういうところができるんではないか、みたいな、この得意と不得意のやり取りをすることによって、最初からこっち、苦手な部分からやるときより、うまくいく傾向はあるかなっていうふうには思います。ありがとうございます。そうやって客観的に見ると、もう君変わんなきゃダメだよね、生き残れないよねっていうふうに思っても、選手本人が、ベテランならベテランなりに、あと若い選手なら若い選手なりに、変えることを怖がる選手も結構いると思うんですけども、そういった選手に肩を押す時に注意した方がいい点だったりとか、コツみたいなのって荒木さんあるでしょうか？今、まさに青木さんがずっと言われているように、そういう言語化していく、自分の運動を言語化していって、ちゃんとそれをこう、本人が納得する、そういう手立てをしていく以外には多分ないんじゃないかなと、僕は思いますけどね。自分の現状を受け入れられない、まあ、怪我もですけども、自分がこのままだったら生き残れない、勝ち残れないっていうような、ある意味、負けを認めきれないっていう子もいる気がするんですけども、
そこを言葉を繕わずに表現させていくってことですかね。難しいですね。どうなんだろう。まず本人がそういう適応っていうか、そういう自分を変えていかなきゃいけないっていうことが自覚できない限り、いくら周りから変えようと思っても、それは反対に反発受けるだけだと思うんですね。だからそれはやめた方がいいなっていう気はします、ね。じゃあ周りからすると待つしかないんですかね。待ってられないっていうこともある。いや、待ってられないっていうよりも、ある意味指導者側すると、自分の問題じゃないっていう風な捉え方もできるんですけども、その子のタイミングっていうのはあると思うんですけども、例えば高校生活大学生活って君この曲、特に高校生活大学生活になってくると、そこで変われなかったらその先の選手生命がすごく終わっちゃうこと多いじゃないですか。でそこで結果出したからいい大学に行ける、でそこで結果出したからプロなり実業団なりそういった社会人チームに行ける、そこで出せなかったらこのまま終わっちゃうよっていう、それも使用者のエゴなんですかね。それは花岡さんがよくわかる。今伺ってて思ったのが、やっぱりその埋没コストを手放せない選手ってたくさんいるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。もう自分がこんだけやってきたっていうことから抜け出せないというか、それ捨てちゃえばいいのにって横から見てりゃ思うんですけど、捨てれないってあるんだろうなと思うんですけどね。その積み重ねたものがあるから自信がつくっていうのも当然そうなんですけど、でもやっぱり、ね、そのしがみつくよりも新しいものを手に入れていくっていうことの方が面白いんだっていう感覚になかなかなってもらえないなっていうのはあるんですよね。でもさっきのあのコミュニケーションの中での気づきみたいな話でいくと、ひょっとしたら何を捨てていいのかわからへんみたいなのもあるのかなっていう気がちょっとしてはいるんですけどね。そのなんか青木さんがきっと説明してくれはる。私がイタリアの方で習ったところで言うと、要は強化学習と強化からこう離れていく学習というところで、この前言ったやっぱ類似と差異っていうのが結構当てはまるのかなっていうのを思っていて、要はここはこのやったことによってこういうところはできたけれども、例えばじゃあやったところでこれに対してできなかったものはどういうところのどういう要素でこれができなかったのかっていうような、に使わない部分ですかね。そのトレーニング、もしくはそのトレーニングが結果にこう直結すればいいんだけども、直結しなかったことに対して、やっぱアセスメントしていくっていうのがとても重要ではないかな、というふうに、私はすごい思うのと、あと、言語的理解と、経験的理解っていうのは多分違うんだと思っていて、では、私たちは多分年代を重ねていって、その大学の時にこういうのやっとけばっていう経験がやっぱあったから、その時の重要性っていうのがやっぱ分かるんだと思うんですけど、言葉だけでこうバーってこう聞いていくと、どうしてもそこは分かった分かったというふうな部分で終わってしまうんであれば、何かその例えばじゃあ高校から大学っていうものであれば、じゃあ中学から高校みたいな、なんかこう似通ったところでの経験の部分で、ほらここでやっとけばこういうふうにできたんでしょうみたいな経験を一回こうワンクッションで入れてみるっていうのが重要なのかなとは思います。それは特に脳梗塞の人をやってる時にとても感じて、全然自分で言葉尻だけで分かってる人に関して全然良くならない。で自分の言葉で体をこう語るようになってくると良くなるっていう人がすごいいるんですね、うんうん、だからこうなるんでしょっていうふうに、要は
言語的理解だけでこう理解してしまうと、要は脳のネットワークがうまくいっていないので、必要性にこう気づいていかないっていうふうなことなんではないかなとには思います。それ自分の言葉で語れるようになるためのポイントってありますか？一番は、経験してきた部分に対して、外からの、まあ、ある意味のストレスをやっぱ加えていく、いいストレスっていうんですかね、やっぱ対比させたりとか、比較させたりとか、そういうふうなところでやっぱきっかけを作ってあげるっていうのが、まあ、必要なんではないかな。まあ、例えば、あの選手と自分の選手を、自分を比べたときにどういうふうな違いがありそうかみたいな、まあ、単純に言ったときですね、うん、とか、この練習のときにはこういうふうにうまくいってるんだろうけれども、じゃあこの練習をやったけれどもなんでここはうまくいかなかったんだろうかみたいな、その大枠をこうコミュニケーションの中で伝えていくっていう、だから本筋を、ここがダメなのはなんでだろうっていう形よりも、なんかそれと対比する部分であったりとか、全く関係ない部分からこことの関係性をこう作っていくっていう部分が、まあ、必要なのかなというふうには思います。なるほど。ありがとうございます。